驚いたな。まさか俺のクローンまでいるなんてことは、レッドリボン軍は俺のこと、っていかんいかん、ちょっと喜んでしまった。最近修行してなかったし、気を引き締めないとやばいよな。ここでクローンに負けたらシャレにならない。ま、自分のクローンが相手ならこいつを倒して俺もまだまだやれるってこと。これはこの前のペーパーテストの時と同じみてえだな。それにしてもこんなところで波動の、うわ、悟空、またクローンが現れやがった。タイムトゥビギンザマッチ。Yeah!
たちが分かった？うん、そんでん。あれ？それは妙な波動の影響というわけなの。もう、だから変な波動、原因、あんたよ、うん、ああ、もうこれ以上どう説明。まあ、つまり、オラたちの中に入ってるやつが悟空の中に入ってるよ。そう、いいやつ、いいやつ、すっげえ。そうなのか、サタンもいいやつ。いいやつなら、お前も友達。おか、あれ、お菓子ないのか。そんならブルマが、宇宙一うめ。え、私？この間のパーティーのプリンよりうまい。もちろんよ。だから、さ、わかった、先に戦う。その大丈夫なんですか、宇宙一のプリン。もう、ソン君ってば。自分のクローンというのは不思議なものだ。顔や形だけでなく力も。だがこれ以上の修行相手は自分と同じ戦い方をするのであれば、俺の弱点も知る。お前を倒した時、俺は今の自分を超えたという。俺が武道家として一段上に行くために、おさん、どこからでもかかってこい。Woo!
お前なんか嫌い。おおおおお、嫌いだ嫌いだ嫌い。暇ね。よし、オラも一緒。やっやっか。Get ready for battle. まずはこれだ。Thank you.
ぜ。なぜだ、あいつらもうまくちく、なぜこの無様でした。フリーザか、あなたの戦いぶり遠くから見物させて、まったく私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみて。お前にそうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのです。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです、欲しくはありませんか。あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ、誰かおらぬ心に。そう、そう、敵？どこだ？かすかな木の乱れ。なあ天津飯、俺たちがこの戦いに勝てる、この戦いに、ああもちろん今の目の前の敵にって話、全てが終わるまでの戦いに勝てるかって話。敵も俺たちと同じように波動とやらの影響を受けてなら、力は互角の、単純に考えれば勝つ見込みは五分五分だろう。そうだよな、今回は波動の影響だったら、なおさら今回は悟空たちに全てを任せるわけ。その通りだ、俺たちの地に行くぞ。ああ、
ready for battle!
つやってみろ。鉄を掴んだみてえだな。次はこれをやってみろ。こうしてピッコロのクローンを前にすると、あの天下一武道会を、もうずいぶん昔のことだが、今じゃピッコロのやつ全然悪い。確かにかつての邪悪さは欠片も感じられないな。知ってっか、ピッコロのやつご飯たちが留守の時はパンをあやすもおむつ替えるもうまくなってベビーフードの作り方までもう完璧なんだってよ。ピッコロがお前とピッコロどっちがパ、そうなんだ、父もピッコロの方が、そうなんだよじゃないだろ。実の祖父が何を言っているんだ。それとピッコロが子守をしている、まあそれはピッコロイメージまそうだな、ちゃっちゃと。
るやつらどこにでもいいんだ。よし。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも。え？まだ何も言ってないの？説明を聞くのも面倒だったからな。お前のここ心を読んだ。ああ、ピッコロは元あんた、まさかよ、私がお風呂に入ってる時の記憶とか雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって何よそれ。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も、それにブルマ、おめもタッグとにかく事情は分かった。孫にリンクしているお前だが、今はお前、俺も戦う。お前にも手を。それにしても全員の力、今回は今までにないくらい。そういう割にはずいぶん。そりゃこれまでな。それに悟空はまだ諦めていない。悟空がワクワクしているうちはなんとか。余裕があるのはいいが、奴は当てにしすぎるな。孫の奴は頼りにしていいのかよくわかいい。もちろん悟空だけに任せっぱなしにはしない。倒せそうな敵は俺が倒してやる。いい心構えだ。Yeah!
終わりだ。まだ終わりだ。くらえ、じじくらえ。覚悟はいいか。わかんこだ。じそこか。じそこだ。終わりだ。覚悟はいいか。そこだ。覚悟はいいか。そこだ。ジン、これならどうだ。くらえ。穴が開いてた。
showdown is about to begin!
来たみてえだな。カメハメハメだ。大丈夫だ。やっ、あれ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 Let's go!1号はカプセルコーポレーションで生体機能に全く異常はないそうだ。大丈夫、そんな不安そうな顔しない。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うんなら大丈夫ですよ。クリリン、ホラの中にいるあいつも大丈夫だって言ってずらから心配すんな。
だよな。悟空の中にいるお前、結構いいやつなんだな。うん、お前とはいい友達に。だが、なぜ16号は今回の事件に関わっているの？本当にあの16号なら、レッツ。そうなんだよ。16号、実は私、最初に16号に会った。だから、あの16号は設計図かな。でもよ、あいつ目と別。そこなのよね。作り直されてはいるけれど、元の真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地。あ、そうだな。想像の前に破壊あり。Fuck!
The battle's about to start. Good luck!
怒りを味わえ。
いたぞ。